600年頃のブリテンとキュネエルスは7、王国時代のウェセックス初期の王。伝統的には、ウェセックス王国の王とされているが、彼の羊には曖昧な点が多く、また、ウェセックス国内に、同時代に王が混在していた形跡もあり、わからない点が多い。古英語での発音は、現代英語と異なるために日本語表記は、一定していない。 彼の名はまたシネジルスとも書かれることがある。伝統的にキュネールスはウェセックスの王とされるが、彼の時代は未だ国の様相が小さな部族の連合体の連立という体裁から脱し切れておらず、また当時の西作ン人の支配地域は後のウェセックス王国とは大きく異なっていた。後世のウェセックス王国はハンプシャー、ドーセット、サマセット、 ウィルトシャーを支配していたが、彼の時代はむしろ北部に偏っており、テムズ川上流域のドルチェスターを中心とし、ウィルトシャー北部、サマセット、グロスターシャー、オックスフォードシャー、バークシャー西部を領域としていた。この地域は、ゲオイセと呼ばれた部族の勢力地であり、彼の時代より100年後の時代に生きた、歴史家ベーダ・ベネラビリスモ西作サクソン王国のことを、 ゲビセという名で呼んでいる。またこの時代の西サクソン王国の支配領域は、後のマーシア王国とウェセックス王国を分かつ、境界線となった。611年に、キュネールスは、戦王チェオルウルフの後を継ぎ王位についた。彼とチェオルウルフが、そのような関係にあったのかは分かっていない。西サクソン王国の資料では、キュネールスの位置づけは、以下のような記述がある。 とこのように一定していない。しかし様々な食い違いを見せる説の中で、彼の兄弟に、後世のウェセックス王稲の血統の始祖となるチェオワルド、がいたことでは一致している。後世の旧世紀に、ウェセックスで編纂されたアングロサクソン年代記では、歴代のウェセックス王は単独で統治した存在という、対面を持って描かれているが、むしろこの時代の国の統治はに、 三人の王で共有されていたものと現在では考えられている。アングロサクソン年代記の611年の項目にこう書かれている。同じく年代記の614年にはこう書かれている。この項目の記述に矛盾して、ベーダによれば626年にノーサンブリア王エドウィンの暗殺が西サクソン王クイチェルムによって試みられたとある。このクイチェルムがキュネルスと。 同時代の620年代のウェイセックス王であり、また、キュネールスと共に、キリスト教にキエし洗礼を受けた人物であったかは、意見が分かれている。一部では、このクーイチェルムは、キュネールスの息子ではなかったかと憶測されている。キュネールスは、クーイチェルムと共に628年サイレンスターにて、マーシア王ペンダと戦った。年代記では、 キュネールスの勝利のように書かれているが事実では、敗戦であり、ペンダの勝利であったようである。この時までに、キュネールスとクイチェルムはエドウィンに侵入した模様であり、大規模な土地が効能として上納されたという。630年代に、聖、ビリヌスが、首都ドルチェスターに住居を構え、キュネールスとクイチェルムが共に洗礼を受け、バーニシアをオスワルドを名付け親としたとされる。 もう一人のウェセックス王、クスレットは661年頃に没したものと思われる。名付け親となったオスワルドは、キュネールスの娘と結婚した。娘の名は分かってはいないが、後世12世紀の修道士ダラムのレーナルドは、彼女の名はキュネブルが出会ったという。このキリスト教の洗礼は、後の世代に影響を与え、次期の王にして、息子とされるチェンワルフは、 ペンダにより、古国西サクソ王国を追われてからの646年になるまで洗礼は受けることはなかった。キュネールスの没年は分かっていない。ベーダによると、彼の王位はチェンワルフによって継がれたとされ、それは643年のことであったという。チェンワルフとオスワルドに嫁いだ娘の他に、キュネールスにはクイチェルムという息子がいたとされるが、 彼が前述の師書に残されている王と行動を共に、したクーイチェルムであるかどうかはわからない。後に王位を継ぐチェン・トウィンは、キュネールスの息子であるかと言われているが、この記述の出所は後付けによるものである可能が強い。アングロサクソン年代記に、キュネールスとクーイチェルムは、サイレンスターにてっぺんだと戦い、合意に達したと書かれているキュネールスとチェン・ワルフの、 血縁関係は資料によって食い違っており、一致していない。詳しくは、チェンワルフを参照のこと。ありがとうございます。